皆さんこんにちは。今日は都道府県当てクイズをやってみます。私がその都道府県の人口、動物、花、そして有名な食べ物を言うので、その都道府県の名前を推理してみてください。ではやってみましょう。最初のヒントは人口です。この県の人口は363万3202人です。面積は7777.35平方キロメートルです。この県の有名な動物は三高鳥で、有名な食べ物は浜松餃子です。この県の有名な花はツツジです。さあ、この県は何県でしょうか？ 3、2、1。正解は静岡県でした。皆さん分かりましたか？コメントで教えてください。それではありがとうございました。